やほやございます。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんばんは。今日七夕初日で、勤務しましたんで、また取って出ししようかなと。ちょっと人が落ちて編集できんからちょっと下げとかんと。今ここは、さっき、見てご覧の通り、カヌー乗り場が近くあるところですね。で、こう橋があるところの、ちょっと、何を食べましたかというと、今日はこちら、七夕のパイナップル&チョコレートなんたらムース。まあ、ムースです。どこで食べてんねんって感じやねんけど、こんなところ。なんかフォトジェニック的な感じやねん。っていうところで、これちょっと人通ってるけど大丈夫やな。はい、で、どういうところがちょっと引きに行くか、あ、リバテス、ミッキーさんおるかな、あ、ちょっとおらんかった。引きで行くとこんな感じ。むっちゃポツンか。ということで、パイナップルと、何だっけ、ホワイトチョコレート、どこにパイナップルが入ってるのかよくわからないんだけど、いただきます。これ取って出しやから編集できんからめっちゃ緊張感あるね。これこけへんようにしなくて、はい、うわ、なんかこれチョコレート、ほんまプリンっぽくない？じゃあいただきます。パイナップル、パイナップルどこ優勝、パイナップルどこ、チョコレートの味もあんま少ない、なんか何味、やばい、無言になったらあかん。パイナップルどこ？パイナップルなくね？ちょっとこの上の余計なブルーっぽいやつをちょっとどかして、これだけ食べてみて、これだけ。まあ確かに。チョコレートの風感じはするけど、パイナップルって何？パイナップルないで。ちょっとまだこれあれやな、ちょっと食べてみて、みんな。パイナップルどこ？これも最後一口っぽいけど、いただきます。ちょっとよくはここも落ちそう、カメラ持ちながら絶対無理これ。よいしょ、ちょっと汚いけどこれ後で綺麗にするから、先にもうこれ、そうだな、ちょっとパイナップル感よう分かれへん。ちょっと西日がええ感じじゃない、ね、ということで、今日は朝からインしまして、C の方で撮りまして、始発で行こうと思ったんですけど、寝坊しまして、気がついた8時でした。で、C の七夕をワンステを見ようと思って行って、三木宏の隙間産業で、まだ多分今日ありますけど、動画ですね。で、その後、なんかごちゃごちゃして、陸に行って、陸は2ステのあれを見まして、花舞台グリーティング、トゥーンで見まして、っていう感じでした。で、今に来たっていう感じです。ここで俺一人ボソボソ喋ってんの、めっちゃ怪しくね。そういうことで、とりあえずバイバイしようか、じゃあね。はい。また明日じゃん。後で。